はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はモンスター厳選やっていきたいと思います。今日厳選するやつはこれ、ドクロ大臣ではないんですけども、このドクロ大臣が変わりますイモータルパールですね。見えにくいな。一番最初に変わるのが杖なのかマントなのか、ちょっとそこが難しいんだよね。多分マントが一番最初じゃないかなと思うんだよね。まあ、とりあえず、マントと杖、そこをしっかりと見ながら厳選していきたいと思います。ここも難しいな。まあ、マントはよく見えるんだけどね。杖が見えない。はい。とりあえず頑張ります。出たかも、出たかも。これ夜にしか出ないかなとね、ちょっと心配になったけども、多分これ出てるわ。杖が違う。OK。メラ系に弱かったよね。OK。多分今のは、おしゃれさんのような気がする。うん。杖が違ったんじゃないかな。まあ、もう少し探しましょう。おー、出た。これほんと出ない。イモータルパールマジで出ないよ。やばいね。オッケーオッケーオッケー。はい、倒したろ。オッケー。いやー、イモータルパールほんとこれ難しいよ。夜になりそうですね。これほんとやばい。うん、あのね、判断するのがこいつが持ってる杖の先っぽの色、うん。と、あと、マントの色だね。で、一番最初に変わるのが、どうもこの杖の先らしいね。うん。マントまだ見たことない。いや、むしろいるのか、なんか微妙なぐらい本当に出ないね。はい。もう確実に夜でしょう。ちょっと戻りますね。いやー、イモータルパール難しいわ。あ、で、今、厳選してる場所が、ここですね。もう駅のすぐ近くなんですけども、ここ、霊山の駅。こっからすぐ出たところですね。そこに、出ますので、そこでやってます。本当に見えにくい。あと30分頑張ってやってみましょう。よかった！出た！出た！これね、マントまで違う。で、杖がね、赤だ。もう全然出なかったから、もう心配したよ。マジで心配した。これは、ボツになるかと思った。危な、絶対ゲットする。OK! はいはいはい。これ完璧なおしゃれさん。赤い杖に、マントが、なんか、しましまだったね。うん。あと10分ぐらいです。やります。終了間際に出ましたね。これ出てるっしょ。あ、出てる出てる。ほんと、杖がね、ほんとに若干違うだけなんで、見分けがね、つきにくい。うん。見分けがほんとつかないよ、これ。びっくりするぐらい難しい。はい、あと5分ぐらいかな。やりましょう。ドクロ大臣が出たか。一応持ってないから、スカウトだけはしとくか。でももう時間がないね。うん。で、多分、やっぱり、これは杖だよね。一番最初に変化するのは。杖が変化して、で、それからマントも変化するっていう感じだわな。うん、間違いなく多分そうだと思いますけどね。あ、いや、もう時間だね。もう出ないと思います。戻ります。それでは結果を見てみましょう。まあ、4体だね。4体プラス、ドクロ大臣が1体。っていう感じです。うわ、虹じゃない奴がいる。レイモンドか。お前は違うわ。はい。一応、全員虹だね。全員虹。うん。やっぱり、武器がまず変わってからの、マントみたいだね。で、武器が、青が出やすいんだ。で、赤が、次に出やすくって、青、赤、黄色か、緑かな、どっちかだろうね。黄色、緑、どっちかじゃないですか。
うん、まあドクロ大臣見てみましょう。バギークロスあるね。うん、悪霊の舞が、一番強いやつか。うん、おしゃれさんが持ちやすいやつだね。鏡の声がいらないんだよな。鏡の声。ダメージ受けちゃうのよ。なので、これはいらいませんし、排水の陣もまあ使わないかな。まあまあ一応、取っときましょう。では、上からいきます。パールス。どうだ?おし!来た!めちゃくちゃいい。むちゃくちゃいい。うん。ベホマラーもあるし、回復もあるし、攻撃もあるし、補助もある。うん。ベホマラー、イオナズン、ラリフォーマー。で、悪霊の舞。これはいいぞ。これは相当いいよ。特性次第。反撃系が2つつけば確か、最高だったかな。まあ、まあ、いいか。うん。無難なやつだね。歌舞伎物はちょっといらないんだけど、狙われやすくはなってほしくないんだけどね。まあ、ミラーボディはいいとしましょう。いやいや、この特技はマジで最高。5つ持ちをゲットですね。で、これがあれだ。マントまで違うやつ。できればこいつが、ああ!待って、わかったぞ!目だ!目がね、なんか違うわ。なるほどね。マントと武器と、あと目が、サングラスみたいなのかけてんのこれ。わかりづらわかりづらいわ。まあまあ、マントのやつ。できればこいつが強くあってほしい。どう?あ、まあまあ、いいんじゃない?ベホマラーとイオナズン持ってるんで。ラリフォーマーはまあなしにしてもいいわ。特性次第。ミラーボディ、まどろみ。お!いい、いい、いい、いいよ、いいよ、いい。オッケー。うん。反撃もあって、ミラーボディがあって、で、あれだね。歌舞伎物がないので、狙われにくい。うん。パシバルがいいわ。うん。で、こいつは分かりにくいな。メガネかけてるんだけど。タルパ。どうだ?おお!素晴らしい。4人中、特技5つ持ちがもう2体入れてるからね。すごいわ。特性。あー、歌舞伎物。でもまあまあ、こっちが良かったからいいよ。お芋、お芋か。名前好きだな。じゃあ、特技はどう?まあ、さっきのやつと変わらない感じですね。問題は特性。あー、歌舞伎物ということで、お芋はなしです。うん。パールスもなくていいかな。歌舞伎物だし。微妙だな。まあ、こっちなしで。うん。まあ、とりあえず、うん、パシバルかな。うん、マントまで違うし、で、まあ、ラリフォーマーなくても、ベホマラーとイオナズン、ベホマズン覚えるしね。これがあるし、で、マドロミとミラーボディ。まあまあ、理想的ではないですかね。パシバルをゲットしたいと思います。はい。ということで、今日はですね、こいつら、ものすごく難しかったね。これ、イモータルパールを厳選しました。いやー、ほんとにね、わかりづらい。めちゃくちゃわかりづらい。この姿で出るのよね。今のこの形で。で、杖の先っちょの部分が変化するので、そこだけを見て、まずは、判断しないといけない。そこがね、ほんとに見えにくいのよ。うん。これがね、マントから変わるんだったら、もっと厳選しやすかったんだけども、まず武器が変わって、それからマントとメガネが変わるみたいなので、ものすごいわかりづらいです。うん。まあ、でも、よかった。なかなかいいやつが出ましたので、まあ、満足ですね。うん。歌舞伎物じゃなくって、まあ、ミラーボディとまどろみ。で、もう一個は毒の反撃とかじゃなかったっけ?だと思います。はい。まあ、とりあえず、イモータルパールの、まあ、理想的なやつは一応出ましたので、満足です。はい。ではまた厳選していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。